大阪の拓吾ですと。今日は2月の18日。ちょっと画面がね、このずっと映るまでこれしておきますが。今日の話題は、神が舞い降りたという話題ですわ。さて何でしょう。神が舞い降りた。あのね、俺電子書籍ね、作って思ったことあるんですわ。ちょっとあの、枚数じゃね、売れとる本数見たらね、最初ね、1ヶ月目に186あったんですわ。ほんで、今月ね、ゼロ。YouTube もね、孫正義を抜く言うて、500何回あったけど、30秒で。それは、題目がいいから、まあ、そんな感じでね。ほんで、次出したらね、柳井を何とかで抜こうとか、孫正義を抜こうとか、出してもね、3回とか4回とかね、やっぱ人間って飽きるんだな。そういうこと。だからね、何が原因かというと、皆さん電子書籍作るとき覚えてください。わかりました。表紙が違う。ね。ほんで、田久保茂ってわかるでしょう。ほんで、この人の、例えば写真のマークで田久保茂なんて押すと、内容がちょっとしか書いてないとかバレるでしょう。ね、同じこと書いてる。だから売れないと。そういうことを気づきました。だから写真の表紙を変えます。それと YouTube のね、これ入れとこう。YouTube の文字、ぼちぼち入れます。だから入れようと思ったら入れられるんですよ。してないだけ。普段そういうことでね。だから売ろうと思ったら、文字入れたりね、流れ文字入れたりね。どうもあれがいつも気になってしょうないな。なんとかな。FX で明日死にますよ。東武線で本当に死んだ人なんですわ。あれ怖いですよ。そんな話いいか。ポンとボタン押したら、あれ、はい。あと多いとか言って、1万円入れるとかね。10万、じゃあ1万円だったら1000円入れなかったですよ。毎日、負けたらね。勝ったらその2000になるけど、1000が。まあそういう話で、今日は神が舞い降りた。ね。そういうことは、のみそさんが言うから。まあそういうことで、ね。だからね、人間ね、次から次に、俺一つの高校で、電子書籍ずっとこれで、去年の3月からずっとやってますでしょ。ね。かれこれ11ヶ月か、差し引くと、3月の、差し頃に引いて、なんかや、な。10か。まあいや、10として、なんとかな。ちょっと待って、ね。1、2引いたら11ぐらい12から2引いたら10ヶ月か。10ヶ月と1ヶ月、11ヶ月、やっぱね、あったわ。11、12ヶ月が目に入る。1年目に入ると。11年目か。だからね、一つやり続けて分かったことあります。表紙を変える。YouTube は流れ文字をする。文字を入れる。あと、ヒカキンの見てね、URL のやり方分かりました。で、昨日も言ったけど、一つアカウント消されましたって言ってね、ほとんど全部消されます。だから大変ね。来月の家賃、予定は来るためにある。俺ね、この頃ね、なんや、4時半頃に起きてね、今4時半ね。ほいで寝るのは11時で、今頃こうずっとするでしょ。ほんと言ったら何杯行くんだけど、散歩に、ワイハイで持って。ワイハイあるし、今日姉ちゃんが10時来るんですわ。だ考え方としてね、難波に7時行ってね、わしはね、やり続けたら10時間でもやるからね、外で。姉ちゃん帰ってくるから、また帰ってこないしかないから、毎日おるけどね。ほいで昼頃からまた寝てね、今日はね、だいぶ体力戻っとるから寝んと思うな、俺は。いいもの食っとるし。ちょっと待ってください。これ映ったけどな、大間じゃないですよ。これ葉巻ですよ。葉巻をばらしたやつね。オーマじゃないですよ。これ、葉巻をばらしたのかね。なんか湿ったのかね。ジップ言うてね、ジップ、ZIP で検索してください。ナンバの駅の前にあったら左か、水戸筋の左か、焼肉屋の隣の隣、青山の手前。それはいいんだけど、ジップで検索したら、俺、梅田行こうかな、今日。金持っとるから。姉ちゃん飛ばして。ちょっと出らんの、タコさん出らんのですが。ほいでやっぱあれやね、福祉受け取るけど生活保護でね、いたってくるやつはいらってくるね。まあそれで入れ前かと思ったけどね、外国旅行行くかってね。
あなただと行きませんから、両方合致して入れ前かと思ったけど。また入れ前だと思うけど、まあそれはそれでいいよ。ちょっと鍋行っとこうか。だからそんなスイッチやったわ。すること多いでね、俺ね、人間ってね、例えば電子書籍ね、題目は作っとるけどね、これもスマホで。だいぶするんだな。パソコンでしない。家おったら。だから今日出ろ。決めた。ちょっと待ってね。一服。楽しいね。今日またね、うんこの夢見たんですわ。だからね、そのうんこの夢っつうはね、うんこがポロッとこう、こまいのが出たの。出たね。そう、見たの。だから、うんがつくって言うでしょ。その夢。だいたいその夢を見る自体が、見たことない。わしね、こっち来て35なんだけど、その、生まれてこの方、見たことない。これで35から一回サバの夢見てね、こっち来た時は36、7の時にね、それから、今何倍、70。去年69まで、69まで、30年間ぐらい、32年間ぐらい、見たことない。だから、うんこの夢見る。だから、それすごい、最高。だから、地方人的に喋るね。今日は、梅田に行く。なぜか言うと、和平持ってますか、私。和平があるんですわ。ね。行けてそうする。ほいで、梅田行ってもね、和平の店ないんですわ。ええ、今日姉ちゃんの梅田行ってビール飲んで、金持っとるからね。梅田行って、金髪はまだ被らんとしてね。3000万あったら被りますわ。ちょっともうちょ、今日切りますわ。ちょっと下臭いなあかんから。甘きね。以上。